吉子君日本共産党の芳子ですまず最初に教育免許法改正案について伺います改正案では免許上取得に必要な科目区分についてこれまでの教科、教職、教科または教職に関する科目とされていたものが教科および教職に関する科目へと統合されますえ中教師の答申ではこれについて 科目区分を撤廃するのが望ましいとまで述べられているわけですがそもそも教員は学問の到達点を子どもたちに伝えるということも重要な役割であるはずですその点から見れば教科に関する科目というのはまさに教科ごとにその学問的専門的な到達点を身につける場であり教科の指導法の基礎に当たる部分だと思います 実際に大学で教員要請に当たっておられる教員の中からも科目区分を撤廃すれば教科ごとの学問的な面白さや深い学びにつながるような指導がしにくくなると。それで果たして資質の向上につながるのかという懸念の声も上がっています。そこで大臣に確認いたします。本改正案によって科目区分が統合されたとしても教員を目指す学生に対して教科に関する 内容つまり学問的な学び学問的知見の習得を保障していくということは変わりないという理解でよろしいでしょうか松野文部科学大臣教員が学校において教科の指導を行うにあたっては教科に関する専門的な知識をしっかりと身につけているということは必要不可欠であると考えております今回,の今回の教科に関する科目教職に関する科目等の 科目区分の見直しを提言した昨年12月の中央教育審議会答申においても科目区分の見直しの後も後の教職課程の内容の改善イメージを示しておりますがその中でも見直し後も引き続き教科に関する専門的事項と各教科の指導法をまとめた科目を置くこととされております文部科学省としては本法案が成立した場合この答申の見直しのイメージを踏まえて 教職課程の具体的な見直しを行っていくこととしておりますが、学校現場の要望に柔軟に対応できるよう、教科に関する専門的事項と、その指導法の一体的な取り組みについて、適切に対応してまいります平良子君。必要不可欠という答弁もありましたが、えー、免許証取得にかかる事項の多くというのは、先ほどもありましたとおり、省令で。 定めることとなっていますが、まあ、その内容というのは、教員の資質向上にとって重要なことでありますので、統合の名前で安易に切り捨てがされることのないようにしてほしいということを述べておきます。次に、教育公務員特例法改正案について伺います。まあ、本改正案では、文科大臣が教員等の資質の向上を図るため、資質の向上に関する指標の策定に関する指針を定めることとしております。 まあこの指針について、中教審・答審では、決して国の価値観の押し付け等ではなく、各地域の自主性や自律性を阻害するものとなってはならないとしているわけです。まあ、改めてこれも大臣に確認したいと思うわけですが、本法案に基づく大臣が定める,定める指針というのは、国の価値観を押し付けるものではないということで、よろしいですね。松野文部科学大臣。えー教員等 としての資質の向上に関する指標を策定するための文部科学大臣による指針はあくまで任命権者が当該指標を策定する際の対抗的な指針ですえ当該指針は例えばグローバル化情報化といった社会構造の変化を考慮するなどといった教員の資質の向上を図るにあたり踏まえるべき基本的な視点 児童生徒指導力、授業力などといった同指標に盛り込むべき内容に関わる観点、大学や他の機関との連携に関する事項等を示すものであり、教員に求められる資質能力や研修内容等を個別具体的に示すものではございません。また、当該指標の策定にあたっては、文部科学大臣が策定する当該指針を散策しつつ、教員の任命権者である教育委員会等が 地域の状況を踏まえて、大学等と協議を行った上で責任を持って策定するものであり、国が決めたものを、地方や現場に押し付けるものにはならないと考えております吉らよしま君、あ。押し付けるものにならないということでありました。ではそれを この指針を3尺して作る指標についても、改めて確認をしたいのですが、午前の質疑の中でも、この指標をです、ね、評価や人事効果に結びつけることなど、影響はさせないという答弁もあったと思うんですが、まあ、こうした指標であったり、もしくは計画であったりするようなものが、現場教員が自ら課題を持って研さに努める、そうしたことを妨げるようなことになってはならないと考えるわけですが、大臣、いかがお考えでしょうか。 松野文部科学大臣教員等としての資質の向上に関する使用は、職責、経験および適性に応じて、向上を図るべき教員等の資質に関する使用であり、当該教員等の任命権者である教育委員会等が、文部科学大臣の策定する指針を三尺しつつ、その地域の事情に応じて策定するものであります。また同指標は教員の職責 経験及び適正に応じた成長段階ごとに強化指導力、生徒指導力といった能力や資質の目安が規定されるものと考えており、現場の教員に押し付けることにはならないと考えております。木来義子君。まあ現場の教員に押し付けることにはならないというお答えでありました。まあそもそも質の向上のための研修というのはですね、まあ。 こう上から押し付けるというようなものではなくて、やはり教員自ら課題を設定して、自主的に行う。それが中心になるべきものだと私は考えるわけです。しかし、実際にはどうかといえば、例えば押し付けであったりとか、自主性を妨げるような事態が今現在起きているという点が私問題なのではないかと思うわけです。例えば、本改正案の指標のイメージとして紹介されている横浜市の 事例なんですけれども、その教員の初任者研修の指導資料というものを私、拝見いたしました。そこにはですね、とかく初任者は、子どもかわいさのあまり、学校、学年、学級の規律をなおざりにする傾向も見られるので、あくまでも指導者であることを自覚させたいと、まあ、教員の現場での自主的な判断を否定するような記述がありました。また、東京都で行われている、東京教師道場 といいいう呼ばれる研修につててもお話を伺ってまいりましたこの道場というのは、初任者研修の後から10年目の程度の教員が対象となっており、中でも、教科等の指導において専門性を身につけたいという教員や、校長が授業力向上のためのリーダーとして育成したい教員らを集めて、2年間かけて実践的な授業研究を進めて、教科等の専門性を高めると。 しているもので、まあ、その中では部員同士で相互検鑽をするなどのということも謳っているわけです。しかし実際はどうかといえば、研修組織である班というものにおいて、2年間継続的に指導に当たる教授と呼ばれる学習指導専門員の言うことが絶対視されているというわけです。教科ごとに集まっている部員数名の意見よりも、 その教授の意見が優先されて、およそ相互検鑽とは言えないなどというような不評の声も上がっていると伺いました。まあ、このようにですね、行政が行う研修において、すでにあるべき教師層であるとか、あるべき指導方法の押し付けが行われているのは本当に問題だと思うわけですで。改正案によって実施されることになる 国や地方が定める指針、もしくは指標が、こうした押し付けの根拠になってはならないし、あくまでも現場の自立性、主体性を尊重すべきだと私考えますが、大臣、この点、いかがお考えでしょう。松野文部科学大臣あの。大臣指針の性格、それを三尺をいただいて、えー、任命権者が策定していただく指標の性質については、 まあ、先ほど答弁をさせていただいた通りであります、まあ、任命権者である個別教育委員会等の、まあ、研修の目的、まあ、手法に関しては、まあ、言及することは控えさせていただきたいと思いますがあ職責経験等に応じて、えー、適切な研修が行われるよう期待をしているところであります木田芳子君、まあ、適切にというお話でしたけど中教審の答申の中では個々の教員が自ら課題を持って 自律的主体的に行う研修に対する支援のための方策というものも求めているわけですから、まあ、国や地方がすべきことは、まずはやっぱりそういった支援であると思うわけで、押し付けにならないように、ぜひお願いしたいと思うわけです。そしてもう一点、この教徳法改正案については、十年経験者研修を、中堅教諭等資質向上研修として、十年に達した後に、 研修を受けなければならないとしてきた、その時期をですね、弾力化するとしているわけです。でこの時期の問題に合わせて、これまでの10年間の内容とされてきた、教諭等としての資質の向上に加えて、中堅研修についての条文の中を読んでみると、学校運営の円滑かつ効果的な実施において、中核的な役割を果たすこと、 が期待される中堅教頭等としての職務を遂行する上で必要とされる資質の向上という内容が新たに加わっているということです。で、そもそもこの内容、対象となる10年程度の現場経験のある世代、まあ、あるいは経験年数を持つ教員というのは公務文書や学年集団運営において中核となる世代であると同時にですね、子供たちとの関わりや教員同士のつながり、 からの学びが深まっていって、まあ、教員としても一番伸び盛りの時期だと思えるわけですで。現在の10年間について、文科省の調査によりますと、研修の平均日数を比べてみると、郊外よりも校内研修の方が、その日数は長いという実態もあるわけですが、今回、行政による中核的役割を担うための研修を受けさせるために、中堅教員を、 学校現場から引き離す日数が逆に増えてしまうようなことにもしなってしまえばですね、新たな負担増になってしまうのではないかと懸念を抱かざるを得ないわけです。また、研修から戻ってくれば学校予の中核を担うこと、これを現場から期待されることにより、まあ業務の負担もさらに増大してしまうのではないかという懸念もあるわけです。で、大臣自身はですね、行政が行う教員研修について、 生成を含め、負担を増やさないようにしていく、旨の答弁をこの間、されているわけですけれども、この中堅・教育等資質向上研修というのは、新たな負担を増やさないという趣旨で行うものと理解してよろしいでしょうか松野文部科学大臣え学校現場を取り巻く課題が複雑化、多様化し、 学校や教員に求められる役割も拡大をする中で教員の負担を軽減し教員が自ら学び続けることができる環境を整備することは喫緊の課題であると認識をしております平成26年3月に取りまとめられた教員免許更新制度の改善に関わる検討会議の報告においても10年経験者研修について免許上更新講習の受講時期と重なる教員の負担感や 重複感の解消を図るために必要な措置を講ずることが提言されています。まあ、こうした提言を踏まえ、これまでにも各都道府県教育委員会において、10年経験者研修の一部について、免許上更新講習として認定を受けるなどの取り組みを進めてきたところですが、この度の法案においては、さらに10年経験者研修について、実施時期の大幅な弾力化を図り、実施年次に制限を設けない、 中堅教諭と資質向上研修に改めることとしています本法案が成立をすればこれまで免許上更新講習と重複しやすかった研修の実施時期を当該学校や地域の教員の年齢構成を踏まえて調整することが可能となり研修や講習の受講にかかる過密なスケジュールが緩和されるなど学校現場における教員の負担軽減の観点からも効果が期待できるものと考えております 吉子君負担軽減の効果が期待できるということで、まあ、負担を増やさないという趣旨だということだと思うわけですが、まあ、この今回、議題になっている法律に関わっての研修というのはです、ね、本当に現場教員の負担と今なっているわけです、大臣自身もおっしゃられたとおり、さまざまな研修がです、ね、現場教員、 は受けなければならなななれらいいいとととうことになっているとで弾力化自体は私も否定はしないわけですけれども、本当に現場の負担を軽減していくためには、先ほどあったような免許更新講習のあり方を含めて、行政研修を削減していくなど、抜本的な見直しこそが私、必要だと思うわけです。でもちろん何より、あの、教員の世代交代が急速に進行していて、先輩教員から、 若手教員への知識や経験の伝承ができないとか、まあ、経験年数の均衡が崩れる、若手教員の悩みや相談にも乗りながら、一緒に学級運営をやっていけるミドルクラスの教員がとても少ないなどの実態というのもあるのも確かなわけですが、まあ、しかしこれはですね、自然発生的に起きたことではないわけです。計画的に正規の教職員の増員を図って教育条件を良くするのではなくて、 本来、教員え、正規教員を当てるべき部分にさえもですね、臨時や非常勤講師などの過敗措置で、その場しのぎを現場に強いてきた政府の責任こそ大きいのではないでしょうかで。さらに言わせてもらうならば、この10年以上の教職員定数の削減を唱えて、文科省の定数改善計画の実現に一貫して背を向け続けてきた財務省の姿勢も 改めていただけなければならないと思うわけです。で先日、財務省の財政支財政制度分科会で提出された義務教育費国庫負担制度に関わる資料を拝見いたしました。この一枚目に、公立小中学校の教職員定数と児童生徒数の推移、 というのがあるわけですがそれを見て、私、非常に驚いたわけです。平成に入って以降、児童生徒数は約30%減となる一方で、教職員定数は約9%減にとどまっており、児童生徒40人当たり、教職員数は約40%増えているという、まあ、教職員数は十分だという書きぶりなわけですが、私はそれを、実態を反映していないと思うわけです。何よりですねこのの財務省に出している公立小中学校の 教職員定数という数字は、特別支援学校、特別支援学級に勤務する教職員の数も含まれているわけです。公立小中学校と特別支援学校というのは、明らかに講習が違うにもかかわらず、それを同じ公立小中学校と、一つにくくること自体、私は偽りだと思うわけですし、事実誤認だと言わざるを得ないわけです。 財務省このような間違いのある表をもとに、どうして公立小中学校の実態がわかるというのでしょうか、まあ、すぐにこの資料をです、ね、撤回して、財政審に資料を提出し直して、もう一度議論すべきなのではないでしょうか。杉財務務大臣政務官。 今、あの、御指摘をいただいた資料については、あの、委員御指摘のとおり、公立小学校、公立中学校、そして公立特別支援学校の小中学部、公立中等教育学,学校全期課程の教職員定数の、定数と、児童生徒数の総計の推移となっております。 まあ、少子化による児童生徒数の減少と、えー、教,職員数教職員定数の減少のペースを比較することが主たる目的でございますが児童生徒数については小学校、中学校特別支援学校中等教育学校ごとのデータがある一方で文部科学省によれば教職員数のうち6万人を超える配定数についてはそれぞれの学校ごとに人数を区分けすることが困難とのことであり、まあ、総計の推移を示しているそういった いいいであることとをご理解いただきたいと思いますす以上です木原芳子区分けするのが困難と言いますけれども、そもそも公立小中学校と特別支援学校というのは、講習が違うわけで、その数字も出しているわけですよね、文科省は。で、あのお配りした資料を,を見ていただきたいわけですけれども、これは文科省が出したあこれ、数字でありますが、この特別支援学校、特別支援学級を抜いた数字というのは出せるわけなんです。 で、平成元年70.6万人、平成27年57.9万人と、この数字を見れば教職員は減っているというのが事実なわけです。で、同様に、公立小中学校に通う児童生徒数は、平成元年1480.2万人、また平成27年942.6万人、6人となるわけですから、えー 六万人となるわけですか。そうするとですね、えー、児童生徒数四十人あたりの教職員定数というのは、平成元年の1.91人から平成二十七年の2.46人となり、四十パーセントの増、どころかわずか二パーセントの増にとどまって、まぁ、あ、0.04人の増にしかなっていないというわけなわけですよ。まあ、大臣ですね、このように、 間違った資料をもとに、今後10年間で機械的に4.9万人の教職員を削減しても構わないなどという財務省の考えには、大臣ももちろん賛同できないと思うわけです。現在の教育条件をよくして、質を向上させるためには、ですねあの、現状の教員定数では不十分であり、もっと増やすことが必要だと私は考えますが、大臣の認識を伺いたいと思いますが、いかがでしょうか松野文部科学大臣。 特別支援教育の対象となる児童・生徒の増加や子どもの貧困の問題などもあり学校が抱える問題、課題はです、ね、複雑か困難かをしているという認識は私どもも持っておりますこうした状況を踏まえ平成二十九年度概算要求においては小学校専科指導やアクティブラーニングの視点からの授業改善発達障害等の児童・生徒への通級指導や 外国人児童・生徒等教育の充実、チーム学校の実現に向けた基盤整備などによる次世代の学校地域創生プランの推進などに向け、次世代の学校指導体制実現構想を策定し、3060人の教職員定数の改善を要求をしているところであります。文部科学省としては、学校現場を支援をし、子どもたちの教育環境を充実していくために、 必要な教職員定数の確保充実に向けてえ全力で取り組んでまいります、えー、時間が過ぎておりますので簡潔におおまとめくださいぜひよろしくお願いしますでは終わります木よし子君私は日本共産党を代表して教育公務員特例法等改正案に対する反対討論を行います本法案は大量退職大量採用などで生じた 教員の年齢、県警年数の不均衡による弊害などを理由に、教員の研修や養成などの仕組みを変えようとするものです。この不均衡は、計画的な教員定数改善を行わず、採用抑制を続けてきた、政府によって作られたものですが、その反省は全くありません。教育公務員特例法改正案は、教員の資質の向上を図るためとし、 文部科学大臣が、新たに指針を定めます。教育委員会はその指針を3尺し指標を定め教員研修計画を導入するというものですが教育委員会の定める研修計画は文部科学大臣の指針のもとに置き管理・統制しようというものであり到底認められません。 さらに10年経験者研修を中堅教諭等支出向上研修に改めます10年程度の経験を有する教員は学年運営、学校行事などで中心的な役割を果たしている場合も多くそうした教員を現場から切り離したり研修後に押しなべて学校運営の中核的役割を期待し業務を増やすなど新たな負担を教員に強いるという懸念があります。教員ののの向上などと称して国の方針の下で あるべき教員像、あるべき指導法を示し、研修で育成する方法では問題は解決しません。質の向上のためには、教員自身が学びの専門家として、自主的に研修に取り組むことが必要です。併せて行政研修を抜本的に見直すこと、校内研修の機会の確保充実、少人数学級推進のための定数改善、教員の多忙化の解消こそ、教育行政の責務です。 また、教員免許法改正案について、これまでの教科・教職、教科または教職という区分を取り払うとしています。教科と教科の指導法を統合するなど、これまでより教科の指導法についての科目を中心にしていく見直しのイメージを持っているようですが、学問的、専門的な教科に関する知識を身につけなければ、子どもたちのに教科の面白さや学ぶ楽しさを伝えることはできません。 学問的な知識を軽んじ、指導法だけを丸暗記させることにつながりかねないやり方は、慎むべきであることも申し述べ、討論といたします。